ココア、ココア、ココア、コーコーとは、講義には、カカオ豆及びカカオ豆を原料とするチョコレートの各種中間製品、カカオペースト、カカオマスを滑らかにしたもの、競技のココア、ココアバターなど、競技には、カカオマスの油脂分を減らした固形物、または、その粉末ココアパウダーや、ココアパウダーを溶かした飲料の略称である。 以下では主に競技のココアを説明する。飲料のココアとホットチョコレートには厳密な区別は存在しない。区別をする場合、例えば飲料のココアはココアバターを減らすことで粘性を低くし飲みやすくするためにココアパウダーから作られ、ホットチョコレートはココアバターをより多く含んだクーベルチュールチョコレートから作られるなどと区別する。ココアの原料は カカオの種子、カカオ豆である。ココアは、カカオ豆を発酵、焙煎させた後、種皮と肺がを取り除いてすりつぶした、カカオマスから、ココアバターと呼ばれる、油脂分を削油した残りのコアケーキとして得られる。ココアケーキを粉砕し、ココアパウダーにする。さらにココアパウダーに砂糖や粉乳を加えて、調整ココアにする場合が多い。ココアパウダー、ピュアココアは、カカオマスを、 ある程度脱脂した後、粉末にしたもので、約300粒のカカオ豆からおよそ 1kg のココアパウダーが取れる。ピュアココアにもココアバターは11から24%含まれている。油分0%のココアパウダーは法的な基準を満たさないため、ココアパウダーとは呼ばれない。なおココアパウダーを生産する際、パウダーが 水やミルクに添加された時に生じる凝集や沈殿を防ぐ目的で、ほとんどのカカオリカーにアルカリ剤が添加される。このアルカリカは19世紀のオランダで開発されたため、ダッチプロセスと呼ばれる。純ココア、ココアパウダーを用いる場合は、ココアパウダーと砂糖、少量の熱湯、または牛乳を混ぜ弱火で、ペースト状になるまでよく練る。これを牛乳で伸ばして飲み、 さらに生クリームやシナモンを添えることもある。一人分、ココア5グラムである。ココアを溶かす際は、水、または、牛乳を加える前に、砂糖とよく混ぜ合わせておくとダマになりにくい。また、ココアパウダーを、コンデンスミルクに練り込んで、ペースト状にしても、ダマにならず容易にお湯に溶ける。飲む、際の手間を省くため、ミルクココア、アーモンドココア、 フレーバーココアなどといった名前で、牛乳や湯を注ぐだけで飲める粉末のものや、レンココアとして、ペースト状になったもの販売されている。こうしたものは、チョコレート類の表示に関する構成競争規約では、調整ココアに分類され、同規約では、ココアパウダーに、糖類、乳製品、麦芽、ナッツなどを加えて飲みやすくしたものと定められている。 喫茶店ではコーヒーや紅茶と並んで定番のメニューでもあり、ホイップクリームを浮かべたウィンナーココアやミルク分を多くしたココアラテなどのメニューが存在する。牡蠣には冷やして供されることもある。アイスココア。ほとんどの場合ホットチョコレートはチョコレートソースかチョコレートシロップを溶かして提供される。純ココアが粉っぽい風味なのに対してホットチョコは ココアバターの多さと乳化剤の響きで滑らかで、かなり風味が異なる。ただし、調整ココアは、ココアバターを除く多くの油脂と乳化剤を添加し、湯に溶けやすくしているため、より、ホットチョコレートに似ている。カカオは、アメリカ大陸に自生している。カカオは、今日の南米のアマゾン川流域、アンデス山脈山陸東部及びオリノコ川流域が、起源と言われる。 しかしながら、スペイン人到来の遥か以前にもその後同様に、これらの地域で栽培されていたため、過去においてどれだけ広域であったかについては、不明瞭である。カカオは古代マイア族によって、中米に伝わり、オルメカ、トルテカ帝国、アステカにより、メキシコで栽培され、スペイン征服前には、メソアメリカとカリブで、共通通貨として用いられた。カカオは、 15世紀のメソアメリカでの重要な商品であった。エルナン・コルテスによるスペインのメキシコ征服の年代記にて、アステカの皇帝モクテスマ2世が金のゴブレット、主杯で給仕されのスプーンで飲むチョコレート以外何も飲まなかったことが記されている。チョコレートはバニラと香辛料で風味付けされ、口で溶けるようにホイップされていた。モクテスマ2世は日常で50杯。 貴族会議では200杯以上飲んでいたと言われている。チョコレートは、スペイン人により16世紀初頭に、欧州へ伝わり、当初は病人に与える薬のように引用された。17世紀初頭に、スペイン国王フェリペ3世の娘、アナ、アンヌドートリッシュが、フランコ国王イ13世に嫁いだことをきっかけとして、フランスにも伝わり、17世紀中期に、一般的な飲み物となった。 スペイン人はまたカカオ栽培を西インド諸島およびフィリピンに伝えた。カカオはスウェーデンの自然科学者カール・フォンディンネの植物分類学により初めて植物学名が与えられてオブロマ、神の食物カカオと呼ばれた。17世紀以前にヨーロッパで飲まれていたチョコレートはスプーンを立てても倒れないほど濃い飲み物であり、18世紀になると牛乳を 加えるようになったが大差なかった。単にカカオをすりつぶしただけでは、油脂分が多く、油や牛乳に溶けにくい難点があり、1828年、頃に、オランダのカスパルス万テ店、1770年から1858年、が、カカオマスカラ油脂を分離し粉末化する手法を開発し、ココアと名付けて売り出した、万テ店三章カカオマスカラ、 ココアバターを分離するようになるまでココアという言葉はなく固形にも液体にもならないペースト状のチョコレートのみが存在していた。脱脂することで当時の技術でも細かい粉にすりつぶすことができるようになり湯に溶けやすくなった。ここまでのココアパウダーはもっぱら飲料にするために開発され油脂分のココアバターは副産物として利用価値が低かった。その後、 ココアバターを再利用する形で初めて固形チョコレートが明かされた。ココアパウダーに元のカカオマスより多くのココアバターを混ぜ合わせ調整すると固形チョコレートが実現する。現在の主な製法ではチョコレートの固形分はカカオマスから直接作り足りないココアバターが加えられる。固形チョコレートを作るためにも 一定量のココアバターが必要になり、ひいてはココアが生産される。チョコレートの原料としての意味でも、両者は異なり、別に作る必要がある。なるべく、ココアパウダーは飲料にする分だけ、かつチョコレートにココアバターを供給する分だけ作る。最終消費者の思考により完全にバランスさせることは、困難だが、当初より、ずっと有効利用できるようになった。日本では、 フランスに留学していた徳川秋田家の日記に、1868年、慶応4年8月3日の出来事として、朝8時、ココアを飲んだ後、海軍交渉を訪ねると記しており、これが記録に残る限り、日本人が初めてココアを飲んだ資料である。大正7年に森永製菓が田町工場において、日本で初めてカカオ豆からチョコレートの一貫生産を開始した。 同年8月原料用ビターチョコレート、10月ポケット用ミルクチョコレートを発売している。この頃から板チョコレートの量産化でチョコレートの普及が進み始め、また価格も輸入品に比べて安くなった。大正8年ミルクココアを発売したのが日本のココア第1号である。1kg のチョコレートを作るには必要に応じて 通常300から6 0 0ムのカカオ豆を原料とする。工場では混入した砂、鉄、カカオ豆以外の植物の組織などの異物を磁石や吸引、ふるいにかけるなどして除去する。こうした工程を経た後、カカオ豆は焙煎され、粉砕されて外皮がふるい分けられる。残った胚乳部はカカオニ部と呼ばれ、これを摩擦してペースト状にした。 カカオマスをベースとし様々な方法で、カカオリカー、またはココアペーストと呼ばれる厚いクリーム状のペーストを作る。カカオリカーはさらに多くのココアバターと砂糖、場合により乳化剤としてのレチシンとバニラを加え次に生成、微粉砕、練り上げ、コンチング、突き圧し、テンパリングを行いチョコレートに加工される。高品質のココアバターは、 カカオリカーを水平プレス機で圧搾することで得られる。作油の残滓であるココアプレスケーキを粉砕したものがココアパウダーである。ココアバターはチョコレート、チョコバー、他の菓子、石鹸、および化粧品の製造に使用される。チョコレートおよびココアは多くのフラボノイド、特に循環器に有益な健康の影響を与えるカテキンを含んでいる。 フラボノイドが豊富なココアの食物摂取は1、酸化窒素循環の急激な上昇、循環器を介した血管拡張及び微小循環系の増大と相関する。フラボノイドが豊富なココアの長期摂取は循環器系に有益な健康の影響を与えるが、これは純粋なココアとブラックチョコレートを示すことに注意すべきである。ミルクチョコレートでの牛乳の添加は、 単位あたりのココアの量を減らし不法和脂肪を増加させ、場合によってはココアの心臓への健康の利益を否定する可能性がある。それでもやはり研究では引き続き、ブラックチョコレート消費による短期間の LDL コレステロール値の改善が発見されている。ハーバード大学医学部のホレンバーグラはココアの摂取量が非常に多いパナマのクナ族のココアと フラボノイドの影響を研究した。研究では島に住むクナ族が島の住民ほどココアを飲まない本土の人と比べて心臓病や癌の率が優位に低いことが分かった。フラボノイドが豊富なココアの消費により改善された血液循環が心臓や他の臓器の健康に有益な影響を与えたと信じられている。特に有益な影響は脳に達し学習と記憶に 重要な好影響をもたらす可能性がある。アメリカの医学専門誌であるアーカイブス・オブ・インターナル・メディシン、ジャマアーカイブ・ジャーナルの一つの2007年4月9日号で発表された研究、血圧に対するココアとお茶の影響、メタアナリシス・エフェクト・オブ・ココアティーインテーク・オン、ブラッド・プレッシャー、A メタアナリシスによると、ココアに富んだ食事は血圧を下げるようであるが、 緑茶や紅茶ではそのような結果は認められなかった。ココアには血管収縮作用を有するチラミンが含まれているので、ココアを飲んでから数時間後にココアの血管収縮作用が消える際に血管が拡張する反動の影響として頭痛を引き起こすことがチョコレートアレルギーも参照のこと。チョコレートは人間だけでなく他の 数多くの動物も引きつける食い物である。しかしながらチョコレート及びココアには多くのキサンチン、特にテオブロミン、及びより少ない範囲であるがカフェインが含まれ犬と猫を含む多くの動物の健康に有害である。これらの成分は人間には望ましい効果を与えるが、多くの動物では効率的に代謝できず、心臓と神経系に問題を引き起こした量に消費した場合は死に至る。 しかしながら2000年代の中期に、キサンチンの濃度が低いココアの派生物が、ペットの消費に適するよう専門の産業により、設計され、ペットフード産業は動物に安全なチョコレートと、ココア風味製品を提供することが可能となった。これにより、食物繊維とタンパク質を多く含み、砂糖と他の炭水化物を控えた製品となった。その結果、 ココアの健康的で機能的なペット製品の作成が可能となった。ここでのココアはチョコレート原料としての抗議のココアである。カカオ豆、ココアバター及びココアパウダーはロンドンとニューヨークの2カ所の商品取引所で取引されている。ロンドン市場は西アフリカ産を、ニューヨーク市場は東南アジア産のものを主に扱う。ココア市場は世界最小である。 ココアバターとココアパウダーの先物価格は豆の価格に比率をかけることで決定する。バターとパウダー合算の比率はおよそ3.5の傾向であった。合算比率が3.2を下回る場合、利益を上げられなくなるため、いくつかの工場ではバターとパウダーの抽出を停止し、代わりにカカオリカーの実を取引する。百六十三年に狼少年券のシール付きココア、 漫画ココアが大ヒット。これを飲んで初めてココアの味を知った人も多かったという。1995年に第8回チョコレートココア国際栄養シンポジウムでココアの健康効果についての学術発表がなされ、それをもとにミノモンタが司会をしている日本テレビの番組午後は思い釣りテレビでココアはポリフェノールを含む健康飲料であり、ピュアココアに入っているリングニン。 食物繊維の一種が長官の掃除に役立つ朝に飲むと効果的として紹介され1996年冬に自社会現象にまでなりスーパーマーケット等小売店では関連商品の売り切れ及び品薄が相次いだ健康ブームを参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。